ナチ党に投票し、国民投票に賛成するように求めて、ベルリン中心部に掲げられた宣伝。一つの民族、一つの指導者、一つのイエスと書かれている。1933年11月12日のドイツ国会選挙は、1933年11月12日に行われたドイツの国会の選挙である。 この選挙の時点で、すでに国家社会主義ドイツ労働者党以外の政党は、すべて解散させられていたので、ナチ党のみが出馬する選挙になった。またこの国会の選挙日と同日に、国際連盟からの脱退を信任する国民投票も実施されており、こちらは95.1%もの支持票が賛成に投票されている。ナチ党組織や、 行政組織による投票行動への監視は厳しいものであり、投票上への組織的な借り出しが行われた。アイヒシュテットコス学のナチ党組織の報告では、コス学全体の投票率が100%に達している。投票内容自体も監視の対象であり、誰が反対票を投じたかを明らかにすることができた。アイヒシュテットコス学では、 夏投支持率が100%となる地域が76、市町村のうち56に上ったとされている。ありがとうございます。